画家の沼田真奈美です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで画家さんですけれども、作品は何で描いてるんですか？これは作品は今回は水彩画と色鉛筆を使って描いています、うんうん、今回はってことは毎回ってわけじゃないんですか？油絵の方も描いていまして、うんうん、テーマとか描きたい雰囲気に合わせて画材を選んでいる感じです、うんうん、今回の展覧会はどういうテーマで描かれたんですか？海と旅っていうのがこう響いたので、うんうんうん、ちょっと、まあ、今から暑くなる季節ですし、うんうんうん、涼しげにさらっとした雰囲気で仕上げたいなと思って、うんうんうん、水彩画の方を選びました、うんうん、こうちょっといろんな作品がありますけど、ただ全部今今回5点あるんですけども、なんか全部テーマがちょっとバラバラというか違う気がするんですけど、一個一個ぜひ説明聞きたいところなんですが、はい、特におすすめの作品を今日教えていただけるってことで、はい、はい、こちらになるんですけど、うんうん、ちょっと池影が薄い作品なんですけど、後手の中ではってことですね。はい、後手の中では、はいはい、でも込めた思いとしては、はい、砂浜の砂の数ぐらい、うん、あなたのこの長寿が続きますようにっていう祈りを込められた和歌があるんですけど、その和歌が昔から好きなので、はい、いつか絵にしたいと思っていたのを、うんうん、今回ちょっと絵にしてみましたという感じです。そういうで読み人知らずっていう、その、はい、和歌から来て、短歌から来てるってこと。短歌から来てて、その歌自体が誰が読んだかわからないものなんですけど、うんうん、それもすごくいいなと思っていて、うんうん、その今回展示のテーマは進化の海を旅するだったと思うんですけど、うん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 、その進化するものの中で何百年経っても変わらない思いっていうのがきっとあって、だからその歌とか詩とか読んだ時に。いいなと思って共感するんだろうなっていうのがあるので、うんうんうん、ちょっとその部分を。そうか、でも短歌とかはもうあれですもんね、だから細かく説明してるわけじゃないけれども、何百年前の人の声がピンとくるようにってことなんですね。その時間の流れがすごく素敵だなといつも思うので、うんうんうん、でもそうするとやっぱりその説明を聞いてみると、ああ砂浜なんだなっていうのが分かりますけど、このあえてだからこうすごく引き算してるなって気はします、うん、そうですね、うん、いつも結構書き込んでしまうタイプの絵が多いので、うんうん、今回はできるだけ引いて引いてって感じで、うんうん、本当に砂の一粒一粒が本当に人の命に思えたらいいと思ったので、うんうんうん、一粒一粒を描こうと思って、うんうん、点だけでどれだけ表せるかっていうのを。そういうことなんですね。だから近くで見るとこうちっちゃい点があるのは、これはもうその砂の一粒一粒のイメージなんだ。そうですね、うん、その砂浜自体が作り出す模様っていうのも、うん、そこにはちゃんと芸術的な美しさがあると思うので、うん、形としても内容としても面白いと思ってもらえるような、うんうん、今後もぜひ砂の数だけ長生きして頑張っていただければなと思います。頑張ります、はい、最後にちょっと皆さんにぜひ伝えたいことがあれば、はい、ぜひ会場に来て見に来ていただきたいんですけども、うん、ネットでもこう見れるようなので、うん、画像がすごく私の作品薄いんですけど、うん、ちょっと拡大してみていただけたら嬉しいです、うん、でも実際はもう本当実物を見ても近くで見ていただければと思いますので、はい、今回全部で5点ありますので、ね、見ていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、じゃあまずは自己紹介からお願いいたします。はい、アーティストの杉本健一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、はい、可愛らしい絵ですけどインパクトがある絵。ああ、ありがとうございます。はい、はい、一応これのコンセプトは、うんうん、切り離せない本能というコンセプトで、一応人の、うん、例えば飛びたいとか、うん、羽ばたきたいっていう本能を、うんうんうん、こういう動物に見立てて、ビジュアル具現化してるってことなんですか？具現化してるってことです、はい、それぞれこの子たちにこの願望があるってことなんですか？はい、そうですそうです、うんうん、なのでこのわしなんですけど、うんうん、わしは、遠くに羽ばたきたいっていうような形で、うん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 、一応イマジネーショントリップなので、はい、うん、山があったりとか、はい、花があったりとか、うん、まあ、山を越えていくとか、はいはいはい、でこれちょっと青っぽいので、うん、ちょっと海も水も表現しているっていうような作品になっております。結構いろんなこと考えてるんですね。そう、一応そうなんですよ。一瞬なんか表情がないのかなと思いきや、はい、そういう心の中に心の中の、うんうん、そうです、心の中のその本能が動物になっているというような、うん、こういうシリーズをたくさん書かれてる。そうですね、はい、うんうん、なのでいろんな、これ以外にもライオンとかトラとかいろいろな動物があるんですが、うんうん、一応今回はワシとかこういうアヒルとか、うんうん、白い猿とかっていうような形で展示しております。
この子たちは毎回別々なんですか？そうですね、うん、この子たちはまた別全然別々です、うんうんうん、男の子だったり女の子だったり、はい、まあみんな髪型が違ったり、うんうん、目の色が違ったりっていうのがいろいろなシリーズであります。それこそこのシリーズはどういうイマジネーションで描こうと思ったんですか？最初というか最初はやっぱりなんかどっか遠くに羽ばたきたいとか、うん、どっかに行きたいっていうところがイマジネーションであって、うんうんうん、それの鳥みたいなところで、うんうんうん、表現してますね、うん、描いております。これ動物も毎回別のを描くようにしてるんですか？あ、そうですね、はい、動物も別です。なんか動物を描く時のポイントとかこだわりとかはあったりするんですか？はい、極力、はい、具象に、なんだろう、リアルにならないようにというか、なんか可愛らしくなるように描いてます。なんか本当にコンセプトがちょっと難しいというか本能みたいな感じなので、はい、まあ見た感じはなんか可愛らしいとか、うんうん、なんかちょっとデフォルメされた形にしております、うんうん、でもなんか本能って言うとだからそうですよね、怖いイメージというか、はいはいはい、なんか粗暴なイメージがあるけど、ね、パッと見はそんな感じがしないですもんね、はい、そうですね。ちなみに僕の角度から見ると、はい、作品名がこっちに書いてあるんですね。あ、はい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 、そうです。こっちサイドに、僕は僕、時々わし、うん、っていうような英語を書いてるんですけど、うんうんうん、でこっちに切り離せない本能っていう英語を書いてます。あ、こっち側にもあるんですね。そうです、はいで一応僕はデザインと絵本とを融合したものをアートとして表現したいなと思っていて、うんうんうん、なのでちょっとセリフっぽく文字も書いたり、ちょっとサイドに書くことによってそのデザイン性も、うんうんうん、表現できるかなと思ってサイドに文字を記載しております。平面じゃなくて立体作品みたいなことなんです。はい、そうですね、はい、なんかこう輪郭があるところとないところとか、はい、なんかその全体のなんかバランスがすごい面白いなと思って見てたんですけど、はい、うん、まさになんかきっちり描くところとちょっとぼかすところと、うんうん、なんか本当平面と立体っていうのをなんか入り混ぜて描いていくとちょっと面白い表現になるかなと思って描いておりますね。はい、今回作品がたくさんありますけれども、はい、まあ、おすすめ作品として言ってあげてもらいましたけど、はい、他にもなんかこれ見てほしいとかあれば最後にぜひ、はい、ありがとうございます、はい。ですね、よく質問されるのはこのほっぺたの赤丸なんですけど、うん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 、これは、なんか本能むき出しになるとかっていう時ってなんか攻撃的本能とかそういうものでちょっと感情が揺さぶられる時だと思うんですね、うんうんうん、なのでそういう感情が揺さぶられる時ってちょっと体がポッとあったかくなると、うんうんうん、熱くなると、はい、それをこのほっぺたの赤らみで表現している、ちょっと記号化して、うんうんうん、ほっぺたの赤らみを表現しております、うんうん、はい、ちょっと そこにもそこにも重複していただけたらなと思っております。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介から。はい、はい、日本画家の田村幸穂です、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでパッと見させていただいて、はい、猫と犬が多いなと思いましたけど、はい、猫と犬はどっちが好きなんですか？犬ですちょっと間をためましたね犬派なんですね。犬派なんです。こうパッと見た感じ、その今ここにいる犬は同じ犬に見えるんですけど、はい、飼ってらっしゃるんですか、この犬を？いえ、飼ってるわけではなくて、うん、完全に想像というか、うん、イマジナリードッグですね、私の中の。どっかにいるわけでもなくて、はい、このなんか特徴的なのはその犬を描いた絵っていうのは、まあ、これまでも当然歴史上いっぱいあるんですけども、うん、なんか室内の犬だなっていうのがちょっと、はい、新しいというか印象だったんですけど、はい、これはなんかこだわりがあったりするんですか？そうですね、うん、まあ、今日着てる服からわかるかなと思うんですけどはいはい、はい、こういう模様がすごい好きで、うんうんうん、で、まあ、そのラグ、ペルシャ絨毯とかそういうのも好きなので、うんうん、まあ、好きなもの同士を組み合わせてみようかなというすごい安直な発想で。いや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 こう日本画のその画材で描く上で、はい、こう大変な部分ってあったりはするんですか？うん、そうですね、うん、私もまだもうまだ勉強中なんですけど、うんうんうん、結構、うん、私の絵は全面に銀箔を貼ってから描き始めるので、はいはいはい、結構その下準備の期間が長くて、うんうん、まずじゃあ下地、まあ、紙の下に貼って、はい、そこに銀箔を全体に貼るんですか？はい、そうです。犬はそうですね、うん、全体に銀箔を貼って、うん、でそれをもう半分以上洗ったり、うん、取ってしまってから描き始めてます。じゃあこの犬の目の部分の銀は、はい、その残ってるってこと？そうですね、全部描いた後に貼ってるわけじゃなくてってことなの？完全に紙の字に銀箔が残った状態のものですね。このラグのあれと特徴と、それからその動物ですけど、その動物のなんか表情とか、こういうポーズさせようかなっていうのは、はい、なんかどういうこだわりとかがあるんですか？まあ、犬の私、うん、白目がすごい好き で犬の白目あってことはだから、ね、当然黒い犬のがいいですよね、白目好きだったら。そうですね、うんうん、なんか黒犬
とか、まあ、猫もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、写真映えしないってことはよく言われていて、うんうん、まあ写真見るとすごい黒いなんか塊になんか目がちょんちょんってついてるみたいな感じの写真になりがちなんですけど、まあ、その感じがすごいいいなと思って、結構目を特徴的に描くようにしてます。だから目立つというか、こっち目が合うのはそういうのかもしれないですね。そうですね。じゃあ猫を描く上ではどういうこと？はい、まあ、猫は、まあ、ちょっと私日本画を描いていて、日本画って今すごい美人画が人気がありまして、で、まあ、それぞれの作家さんの、まあ、好みのモデルさんを描いていたり、まあ、その想像で描かれている方も、まあ、好みの顔っていうのがあると思うんですよ。で、まあ、この方が描いた作品だなって分かるというか、まあ、それのちょっとオマージュ的な感じで、なので模様とかも単一の猫を描いていたり、まあ、表情とかもちょっとあえて硬いような、あまり読み取れないような感じに。じゃあ最後になんか皆さんに一言あればよろしくお願いいたします。なんでしょう。まあやっぱりそれぞれ表情とかが違うので、まあ、今回10点出させていただいていて、まあ、犬5匹、猫5匹、なので好みの子を探しに来ていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。